皆さんごきげんよう。今日はパパがウームで骨になって子供たちを驚かせに行くよ。はい頑張ってね。頑張ります。さあ、姫ちゃんと僕の反応はどうなのかな。ねえ、まさかウームで驚かされるとは思ってないでしょ、うん、それでは行きましょう。姫ちゃんとオウくんはこの部屋の中にいるよ。あー、何してたの。電車ごっこ。そっか。何して遊ぶ。じゃんけん。電車で、じゃんけん、ぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。負けちゃったー。負けちゃったー。あくん強いね。私の本気を見せてやろう。うわあ
さあ、ばあちゃん。何だったんだろう、今のは。拾って拾って、箱に入れて。まだあり。持ってて投げないとさ、お兄さん帰らないんだよ。鬼は外腹圧しないと。ね、なんでこんなにいっぱい来るの？どういうこと？しかもいろんな種類来るね。
お面を取ってください。はい。おー、あっつ。すごい、パパだった。やったー。よく上がったね。じゃあ他の余ってる人は誰だ。ねえ、ほんとそう。誰だったの。緑の面の人から。せーの、オープン。ミックさんだ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。じゃあ次は、この黒い、この黒いお面の方、オープンしてください。おはようございます、シルクです。イエーイ、シルクさんだった。ハイタッチがないね。乗っちゃおうかな。僕キャッチしたら怖くないって。よし。どうも、ソンタホです。ソンタホさんだったんだ。ごめんね。オープン、ハイタッチ、仲直り。ごめんね、ごめんね。姉ちゃんもオープンもね。最後おー、フィッシャーズのマスイでーす。マスイさん、あれ撮った時なんかちょっと怖いわ。ごめんね、俺元の顔の方が怖いってよく言われる。はい、ありがとう。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。これで、ね、正体が分かりました。ひめちゃんとおうくんは、どの鬼が一番怖かったですか。最初のシルクさんのマリオン。おー、 あれか。おー、おー、すげーつついたかんね。これで、2回目のこの衣装になって一発も食らわない。めっちゃ無敵だったんだけど、出る直前で思いっきり尻尾をドアに挟んだ。めっちゃ可愛い感じになってる。青くんはもう怖くない。まだ怖い。みんなと仲直りの握手しよっか。俺、青くん普通の時にもちょっと怖いって言われてたんですよ。そうだね。距離が縮まるところが離れちゃったんじゃないかっていう。大丈夫かな。やった。やった。嬉しい。よかったよかった。嬉しい。あしゃ。よかった。これで今日縮まった。はい、じゃあ青くん。パニックさん。やった。はい、仲直り。慣れてる。一番嬉しそうだったもん。パパの鬼と皆さんの鬼、どっちが怖い？なんかパパだからさ、もう慣れてる。もうすぐバレちゃった、パパって。うん、怖い。分かった。免疫がつくんです。そうですね。こんなに鬼出てくると思ってなかったでしょ。思ってなかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこの後、節分パーティー皆さんでしましょう。はい、きげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。チャンネル登録もよろしくね。